法王寺正面法王寺は中岳須瀬の山麓に位置する中華人民共和国河南省東宝市にある仏教寺院である。当時代の石像多重塔などを残している。法王寺は須瀬玉守法の麓、東宝市の島市一からおよそ5キロメートル北西に位置している。寺の後方には当時代の建造と伝えられる高さ4 0ルの150十十仏塔がそびえ立つ。 塔の平面は、縦横ともに7メートルの正方形で、壁の厚さは2メートルとなっており、斜め目からは上に、行くに従って、四辺の長さが大きく低減している。塔の様式は、定帝圏開元寺の守備塔や西安大古も福寺の小岩塔など、塔時代に建てられた他の塔に類似している。法王寺塔内の図紙には明治大のに4 0 9年、 王家の一員が落葉に滞在した時に奉納した、翡翠製の釈迦如来像が祀られている。法王寺には、他にも高さが、いずれも約10メートルで固形の屋根を持つ、炭素レンガ造りの円錐型庭が3つある。また、他にも、元時代に建設された塔を残している。2010年7月、法王寺で、日本の総縁人の名が刻まれた石板が、 発見されたとの報道がなされた。今なりに次ぐ、遣唐使の足跡として、注目を集めたが、その後、この石板が、後世の作、または模造品である、可能性など疑問が提された。この、発見を7月に発表した、国学院大学栃木短期大学の坂より抹茶し、教授はざまな指摘を受けて、 さらに研究を重ねたいとしている。ありがとうございます。